ネクロブッチャー、1968年4月13日隊は、ノルウェーのヘビメタルミュージシャン。メーヘムのベーシストとして長名。メーヘムフィンランド公演1984年のメーヘム結成時のメンバーである。この時のメンバーは、ネクロブッチャー、デストラクター・マンハイムの3名である。現在のメーヘムでは、ネクロブッチャーが唯一のオリジナルメンバーである。メヘム結成後、 活動を続けるものの1991年に、ボーカリストのデッドが自殺した後、メディアや警察による警告などに葛藤し、メーヘムを脱退する。この脱退について、ユーロニモスがデッドの自殺の要因である、精神状態の悪化の一因であったことと、ネクロブッチャーがデッドと親しかったこととが理由ではないかとも言われている。ネクロブッチャー脱退後、バルグビーケネスがセッションベーシストとして、 メーヘムに参加するようになる。しかし脱退から約2年後の1993年8月10日、ユーロニモスがバルグビーケネスに視察されるという事件が起こり、メーヘムは解散する。1994年にヘルハマーを中心にメーヘムが再結成された際、ベーシストとしてメーヘムに復帰する。これ以降、メーヘムで活動を続けている。ただし、ホースアルバム、 オルドアドチャオでは2曲のみの演奏に止まり、残りの楽曲では、ブラスフェマーがベースを兼任した。これは、ネクロブッチャーがブラスフェマーの作曲した曲の、ベースラインを十分に練習する時間がなかったためで、ある。メーヘムの他に、ネクロブッチャーは、チェッカー・パトロール、クビクザルベガトン、LEGO、ムスタ、セプテックといったバンドに参加している。 しかしながら、これらのバンドでの活動実績は乏しく、首くざるベがアトンで1枚のアルバム及び EP をリリースした程度である。また、ゲスト参加ではあるが、当家のシングル、スワイン・オブ・ハーデスや、ブラッドソーンのサードアルバム、アンダー・ザ・レイン・オブ・テラー等も参加している。ネクロブッチャーの背中には、左肩から右肩にかけて、メーヘムのロゴタイプの入れ墨が彫られている。 メーヘムというバンドは1984年以前に存在し、そちらにギタリストのオイスタイン・オーシェトが参加していたが、そちらの解散後、オーシェトを中心に別メンバーで結成されたのが1984年である。田村直明、京間三次、CD ライナー、メーヘム、デミスティリース・ドム・サターネスのアルバムノーツ日本東京都千代田区、ディスクユニオン、9位、 スティーブ、バイオグラフィー、メーヘム、アルミューズイック、2010年3月9日閲覧。宮坂誠一、グランドデクラレーションオブ王、CD ライナー。メーヘム、グランドデクラレーションオブ王の、アルバムノッツ日本東京都新宿区下落合い、ベルアンティーク、山崎智之、エソテリックオーフェア三木戦乱、P3、メーヘム。 エソティリック・オーフェアのアルバムノーツ日本東京都渋谷区ケイオスレンズオーバービューアンダーザレイン・オブ・テラーアルミューズイック2010年3月9日閲覧ありがとうございます